皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。GeForce RTX4090 になります。あんたこれ一体。こちら約30万円のグラフィックボードとなるのですが。まさか買ったんじゃ。こちらは株式会社 ITC さんからお借りしました。ITC？ 以前柿さんとお邪魔した。BTO メーカーのストームさんの親会社さんになります。なるほど。借りた。はい、今回10月12日に発売されたばかりの RTX4090 をお借りすることができたので、私なりにレビューをしていきたいと思います。ということで今回は、RTX4090 の何がすごいかを簡単に説明と、お借りしたものを隅々まで観察し、実際に動かしてみての挙動を見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まずは今回お借りしたグラフィックボードの商品ページから見ていきましょう。お借りしたグラフィックボードのメーカーですが、INO3D というメーカーで、香港のメーカーで、主に OEM 向けのパーツをメインに作っているみたいです。さてではホームページを見ていこうと思ったのですが、なぜかホームページが日本語訳されず、全部英語だったので要点だけまとめていきます。まずは新しいストリーミングマルチプロセッサで最大2倍の性能と電力効率。第4世代テンサーコアで最大2倍の AI 性能。第3世代の RT コアで最大2倍のレイトレーシング性能。と、前世代の RTX3090Ti よりもかなり大幅にアップした性能となっております。こちらがスペック表となっているのですが、3000番台シリーズの最上位と比べて、CUDA コア数の増加、クロック上昇、テンサーコア、RT コアが増えているのがよくわかるかと思います。それにより推奨電源が 850W 以上となっておりますが、CPU もろもろを含めると 1000W 以上あった方が安心ではありますよね。さらに RTX4090 には AV1 エンコードとデコードも可能となっております。こちらは某ブルーチームのグラボが先手を打ったところだったんですが、この最新グラフィックボードに搭載されてしまったのでブルーチームは涙目かもしれません。また AV1 エンコードができるソフトがまだ多くなく、現状配信などで使う OBS Studio などの一部のソフトでしか機能しないため、そのありがたさが伝わりにくいかもしれませんね。あんたはそのありがたさがわかるの？まだ使ったことないのでわかりません。ダメじゃん。シュラララ。では特徴の説明をしたので早速本体を見ていきたいと思います。まずは外箱から。表にはロボット型の表のような絵が描いてあります。箱の大きさは思っていたよりは小さい感じですね。オープン。開けるとまずは紙が2枚入っていました。1枚はグラボと推奨電源が書かれた紙が入っており、RTX4090 はやっぱり 1000W 電源があった方が良いみたいですね。もう1枚は3級カードが入ってました。それではさらにその下を開けてみましょう。中には本体と、グラボ用の補助電源が入っておりました。こちらの補助電源ですが、8ピン ×3 本を1つにまとめるケーブルとなっております。8ピン ×3 本。8ピンが1本で 150W 分の補助ができるので、3本で 450W 分ということですね。で、こちらがグラボ側に挿す、16ピンとなります。なんかもうすごい世界ね。では本体も出してみましょう。こちらが約30万円のグラボとなります。30万円のグラボ。では今回許可をいただいたのでペリペリもしていきましょう。ということでペリペリ終了しました。テープ剥がすとやっぱ違うわね。では続いて大きさも測っていきます。公式ページには長さが 336mm と書いてありました。計測をカバーから始めたので、だいたい 330mm ぐらいですかね。出力系統から入れたらだいたい公式通りですね。高さは 130mm ぐらいでした。こちらも端子を含めたら大体公式通りかと思います。厚みは3スロット分なので 60mm ぐらいでした。ということでこちらが本体となります。黒を基調として派手すぎない外観ですね。こちらの3連ファンなんですが、両サイドは時計回り、真ん中は逆回りと回転して冷却をしていくみたいです。では実際にパソコンに組んでみましょう。PCIe のカバーが付いているのできちんと外します。新品だとこれを忘れて差しそうになりますよね。あんただけよ。では検証用パソコンにつけていきます。ネジも締めて、補助電源も取り付けて、これで完成となります。それでは実際に動かしてみましょう。シュラララ。ということで完成した検証機がこちらになります。今回使用したパーツはこちら。CPU は Intel i9-10900K でメモリは DDR4-3200MHz の 16GB×2 枚。CPU クーラーは MSI の 240mm 間 SLAMPG コアリキット K240。電源はメイン機から引っ張り出してきたアンテックシグネーチャー1000プラチナムを使用します。それでは起動させてみましょう。スイッチオン。ファンが回り始めましたね。こちらのグラフィックボードは上面の E の 3D のロゴのみ LED 点灯します。LED バリバリのゲーミング感の強いグラフィックボードとは違う印象ですね。ということでこちらがタスクマネージャーと GPUZ になります。今までこんなハイエンドグラボを使ったことがないので、数字が色々大きすぎてよくわかりません。ではここからは実際にどんな性能なのか見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。ということでやってみました FF14 ベンチマーク。設定はグラフィック最高設定で、左から 4K、WQHD、フル HD となっております。これ解像度変わってるの？はい、解像度が全て違うのですが、FPS にほとんど違いがないんですよね。まあもちろん 4K は少し下がり気味ではありますが、ここまで出るのはやっぱりすごいですよね。フル HD は見切れちゃったんですが、GPU 使用率を見ると、WQHD では半分程度しか動いていないのがわかりますね。つまり、このグラボは 4K 相当レベルにならないと実力が出ないってことでしょうね。では結果を見てみましょう。結果は 4K が 26,910、WQHD が 35,600、フル HD が 37,247 となりました。WQHD とフル HD はほぼ上限でしょうね。ちなみに今回は全てリザイザブルバーを有効にした時の結果となります。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。こちらも FF14 ベンチマーク同様に 4K、WQHD、フル HD で行いました。こちらもやはり 4K となると FPS が落ちているのでかなり重いみたいですね。むしろ高品質で 4K じゃないと性能の差がわからないってどんだけよ。本当すごいですよね。では結果を見てみましょう。結果は 4K15,469、WQHD27,785、フル HD21,232 となりました。平均 FPS も WQHD までは200オーバー、4K でも150後半まで出ているのでかなりの性能ですね。では次は実際にゲームもやってみましょう。モンスターハンターライズ。ちょっと新しい分割画面にしてみました。こちらも先ほどのベンチマークと同様に左から 4K になっております。リプレイ再生ではないので参考程度に見ていただければと思いますが、同じマップ、同じモンスターと戦っています。平均 FPS も WQHD は200前後、4K でも180付近まで出ているのでこちらもかなり快適にプレイできそうですね。では次。アーク。激重ゲームシリーズとしてアークもやってみました。さすがにアークレベルとなると WQHD でも差が大きく出てきますね。ただそれでも200近く FPS が出ているのでかなりすごいですよね。初期リスポーン地点をうろうろしているだけですが、4K だと100前後しか出てないですね。アーク重すぎ。マイクロソフトフライトシミュレーター。激重ゲームシリーズ第2弾。マイクロソフトフライトシミュレーターをやってみました。解像度 4K でグラフィック設定はウルトラでやってみました。また DLSS はオフの状態になります。この状態での飛行だと FPS アベレージは60ちょっとといったところでしょうか。続いてこちらは DLSS をバランスモードでやってみました。先ほどが60ちょっとといったところだったんですが、それに比べると少し FPS が上がった感じもありますね。さらに DLSS モードを品質に設定してみました。こちらは先ほどのバランスと比べるとそこまで大きな差はない感じですかね。同じルートを飛んでいたんですが、ゲーム内時間が進んでて夕方とかの誤差はごめんなさい。さらに DLSS を超高性能にしてみました。FPS はそこまで変わらないのに GPU の使用率が落ちてますね。DLSS なしと高性能では GPU 使用率がかなり落ちているのがわかりますね。では最後にもう一つ。枠がなくなっちゃったのでちょっと下の方に。このパフォーマンスモードも GPU 使用率に対して FPS がかなり高く出ているんじゃないかなと思います。DLSS3 というのが今後対応となっているみたいなので、対応したらもっと良くなるのかなとも思います。試しに 4K での YouTube 生配信もやってみたのですが、OBS を通して配信をしても、平均 FPS が60を超えていたので、フライトシミュレーターをしながら 4K 配信も可能ってことですね。4K 配信とかやばいわね。すごいですよね。シュラララ。ということで今回は、GeForce RTX4090 をお借りしたので色々試してみました。株式会社 ITC さん本当にありがとうございました。そういえばこのハイパワーグラボ、消費電力とか音とかはどうだったの？ちゃんと調べておきました。まずアイドル時の消費電力が約 100W 前後で、ベンチマークなどの高負荷時は 560W 以上使っていましたね。560W？ 電子レンジじゃん。まあやはり消費電力はかなり高いですね。それでも先ほどのベンチマークを見てると温度は60から70度前後ぐらいで、グラボから30センチのところで騒音計測してみたのですが、そんなにうるさくはなかったですね。ファンもそんなにうるさくないってすごいわね。ということで本日はここまで。このグラボが気になる方はぜひ概要欄からご覧いただけると幸いです。ぜひ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。またねー。